今日の夜ご飯にステーキを作ろうと思います。材料はアスパラ、ナス、そして牛肉です。それでは今から調理していきたいと思います。牛肉は冷蔵庫に入れている場合は、牛肉は冷蔵庫に入れている場合は約20分常温で温めます。そうすることによって、肉の旨味成分がもっと出ると考えます。で、きゅうりじゃないナスビもアメリカのナスビすごく大きいんですよね。これ一つで大きさが周りがこのぐらいあるので直径がかなり大きいです。なので半分に切って、アスパラはそのまんま、切りたい人は半分で切って、僕はそうですね、半分に切ろうと思います。よし、それでは20分待ちたいと思います。ニンニクも一かけ使います。ニンニクは真ん中の芯を抜いておいた方がいいです。いやー、もうあと5分待ちます。サラダ油を入れて、煙が出てきたところぐらいで、濡れ布巾の上に置きます。で、フライパンを一度冷まします。そして弱火でニンニクを炒めていきます。先ほど、フライパンを一度ナプキンじゃない、一度冷やした理由は、この時にニンニクが焦げないようにするためです。ニンニクがいい焼き具合になったら取り出します。キッチンペーパーの上に置いていきます。ニンニクがいい色に焼け具合ニンニクがいい具合に焼けてきたら、キッチンペーパーに一度取り出します。で、3箇所ぐらい切り身を入れます。こちらとこちらとこちらです。そしてこれから味付けしていきます。表面の水分を取ることを忘れていました。クッキングペーパーで今表面の水分を取りました。ではペッパーを振りかけていきます。それではしていきます。クレイジーソルトです。これは日本でも売っているので日本で手に入ります。振りかけていきます。もうお好みです。僕はちょっと塩気が強い方がいいんでちょっと多めに入れます。そして胡椒も少し入れていきます。わー、入れすぎた。やってしまった。まあ美味しいでしょう。ここをちょっとなじませていけば、よいしょ。うわ、ちょっと胡椒多いけど野菜にもなじませていきます。適当です。よし、では実際に焼いていきます。先にアスパラガスとナスの方を炒めていきます。ある程度焼けてきたのでここから移します。とりあえずここに置いておきます。お肉の方を入れていきます。ちょっとフライパンが小さかったですね。油をしっかり引いて入れていきます。強火です。もうがっつり強火ですぐ焼いた方が美味しいので強火で焼きます。色が変わっているの見えますか。あと15秒です。30秒ぐらいが大体目安です。そうですね、熱い。では繰り返していきます。手でいけるかな。やめとこう。いや、行こう。やめだ。うわ、火がついた。うわ、髪の毛燃えそうになりました。よし、いい感じで焼けてきてます。それではあと20秒ぐらい待ってみましょう。今から行きます。しの味を入れていきます。
出来上がりました。じゃあ乗せていきます。いいかな、いいはず。では持っていこうと思います。どっちの方が見栄えいいかな。ひっくり返せばいい。おー、できた。そしてここでニンニクを入れていきます。乗せていきます。ちょっとぽくないですか、創作料理のお店の。ちょっとそれは言い過ぎましたよいしょ。あ、落ちた。できました。男の一人料理、ステーキの完成です。食べてみます。では実食していきたいと思います。手に持ったまま厳しいのでちょっと三脚を使います。いただきます。柔らかい。おー、断面がまだちょっとレアですね。うおー、ちょっとどころじゃない、結構なレアですね。では、いただきます。うん、おいしい。ただ、もうちょっと焼いた方が良かった気がします。ちょっとまだ赤みすぎるので。でも、おいしいです。うん。では、野菜もいきたいと思います。ナスビから。うん、美味しい。特に味付けはしてなくて塩コショウだけだったんですけど、僕はあんまりタレが好きじゃなくて塩コショウがすごく美味しいです。アスパラいきます。うん、アスパラの方が美味しい。正直僕こっちに来てからアスパラ食べるようになって大好きです。本当にアスパラが好きになってしまって。日本にいた時は全くアスパラ食べてなかったんですけど、すっごい美味しくて、こっちに来て毎週アスパラ食べてます。皆さんもよ、もしよかったらステーキ作ってみてください。そんなに難しくないと思います。まあ肉を焼いて野菜を焼けば大体なんとなくはできるので。それでは